はい。じゃあ、えー、頼まれたこの4番いきますね。2021年6月の第1回公認、寸大全国模試です。平行支援形 ABCD、これですね。ABCD において、AB が3、AD が1、BD がルート6、BD これか、ルート6、えー、っと、で、三角形 ABD、この三角形 ABD の外接円を K と置き、K と CD のうち、CD のうち D でない方を E とすると。で、K の A を含まない方のコ、えー、DE 上にこの DE 上にどっか T があると。で、CT が接線になっているよと。で、直線 AD と CT というの交点を、えー、と AD と AD と CT との交点をこのら辺を F とすると。で、各,、c、あ各 A は C、これ各あ C だね。と置くと。はい。で、説問ここにあります。1、c o s トを求めようと。 2番、BE、BC イコール BE であることを示せと。3番、線分 CE の長さを求めようと。4番、線分 CT の長さを求めようと。5番、線分 DF の長さを求めよう結構いい問題ですよ。結構そんなに特別難しいってわけじゃなくて、まあ結構いい問題です。はい、じゃあ、えー、と30秒ほど置きますので、じゃあその後解説していきます。 はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きますね。今、こう、図形がこうありますえっと、えー、と今わかるのが、この AD が1ね。AD が1、AB が3、これ3ね。3。で、BD がこれルート6と。で、AD と、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、とこう、コ、えーこう D、コー D 以上に点 T を取って、これ CT が接線になっていると。こうね。 だからここから、絵の中心からこう垂直ね。で、これ延長したときに、これも延長して F を作ると。点 F をね。はい、じゃあいきます。えっ、ー、と、あと、これルート6ね。だから今、えっ、ー、と、長さが1、3、ルート6、あと、ここ、各シータはどけ、シータどけと。1番。 コサインシーターっていうんだからこの三角形3辺分かってるんだから1 3ルート6でこうシーターですねはいじゃあいきましょうえっ、ー、とじゃあ三角形 ABD において予言定理よりルート6の2乗イコール1の2乗足す3の2乗マイナス2倍の1 × 3かけコサインシーターとでこれコサインシーターイコールにすると回答は3分の2ね三分の二。これこれはもう多分使えってことでしょあとあとね多分シーターはえっ、ー、とこれ平行四辺形だからこれもシーターですね これシータね。で、ここもシータですね、同位角で。多分どっちか使う、どっちかって両方使うかなあのどっちか使うんですね、後々ね。まあ、それを予想してた方がいいわざわざ。わざわざ円を使うってことね。これ、ちょっと黒く太字で載っているのが平行四辺形と。じゃあ対角は等しいと。平行四辺形ね。で、こことここは、これそもそうあの平行だから同位角で等しいと。はい、次二番。えー、BC と BE。BC と BE が、 イコールつまり二等円三角形であることを言えと。二等円三角形を言えばいいだけなので、こういう流れって大体、定格は等しいようですね。定格は等しいようで持ってくればいいと。いきます。条件より、A と C が等しいんですね。A と C ってことは、えー、と平行四辺形だから A と C 等しい。まあ、これは θ と置きましょう。で、また四角形 ABCD は円形に内接しているので、角 A と角 BEC は等しいと。つまり、角 A と BEC こ,これがね今あのこれは太いのは平行四辺形だけどこの台形みたいなだまあ台形みたいというか台形か台形はこれ平行なのでということはあ平,平行っていうかごめんなさい A に内接する四角形だから、えー、と向かい合う角度は足して180度ですよね足して180度ここの A とここの E のところねということはこのシーーとこのシター等しいですよね いいんかなだからここがあれここが今これ平行四辺形だあ平行四辺形じゃないごめんなさいあの円に内接する四角形だからこれがシーターならここ180度引飛行 θ ですよねということはこの横はシーターとっていうことでシーターシータターで等しいとじゃあもっと戻るとよって各 a イコール各 bec とよって各 c イコール各 bec だから角三角形 bc は二等円三角形つまり底角が等しいから二等円三角形とよって bc イコール be 求めてで次三番次3番、えー、線分 CE の長さじゃあ今今これとこれは等しいが言えて今度 CE かこれかこの長さを求めようとこれはね分かるのが3これ1ですねこれ1でこれ一ってことはこれ1ですねじゃあこれ二等辺三角形ってことは大体頂点から頂角からこう水線を下ろすんだよねこうやってね 何か見えてくると。はい、じゃ行きましょう。えー、っと、じゃあ今、これ平行四辺形ね。A、B、C、D と。C、A、あ、ここ、点、あの、C、あの B から垂線を下ろす。もしくは C、E の中点を H。どっちでも同じなんだけど、えー、っと、C、E の中点を H とおきましょう。もしくは、点 B から垂線を下ろしたこの足のところを H ね。C、E に対して垂線を下ろして、その交点を H とする。C、H と E、H と C ですよね。で、今、これが C、これ、シーーだった。これ、シーー シータと。それを使いましょうか。えっ、ー、と、コサインシータコサインシータってことは、これ分のこれか。1分の Ch。1分の Ch と。1分の Ch ね。で、コサインシータは分かってるんですよ。だから、えっ、ー、と、Ch。じゃあ、Ch ってことは CE はその2倍だから、えっ、ー、と、2倍の cosθ でいいですね。じゃあ、コサインシータき3分の2だったから、答え、3分の4と。CE が3分の4。これ3分の4と。 それが3番です。続いて4番。4番は CT の長さ CT の長さじゃあ今ね、分かっているのが、ちょっと待ってね。今分かっているのが、C がこれが、えー、3分の4が分かったと。はい。じゃあ今度、ここに接線作って CTF の、えー、と CT の長さか。これね。これ見た感じわかるのが、 どれがかかりますかねどのンスを使いましょうかえっ、ー、と、方きの定理で持ってくるか、どう持っていきましょうかまあ、もう書いてあるんだけど、方きの定理で、えっ、ー、とね、実はね、これが3なので、これが3だから、3分の4かけ、つまり、CT の、ちょっと、ちょっと、へんてこりんだけど、方きの定理使うには、CT の2乗イコール、3分の4かける3でいきましょうか。じゃあ、 りべきの定理より,、えーね、り CT2 乗イコール CE×CD ねつまり3分の 4×3 でそれは4になるとで CT は当然プラスだから CD が2ねこれが2になるとそれは解答ですそれは回答法べきの定理からこれが2といいか、ね、で最後の5番がね DF ちょ,っとちょっと塗りましょうか DF これ結構 この問題の中では、まあ、当然最終問題だから難しいんだけども、普通出ないですよね。で、場所的に法べきの定理使うしかないと。じゃあ、これはね、X と Y で行きましょうか。X と、えっ、ー、と、まあ、どれでしょうか。これ Y でもいいですよ。だから文字にすると。そしたら一、一応一つ1が分かっている。これ一つ2が分か、えっ、ー、と、あ、そうか2、2に使うかどうか分かんないか。で、あと、シーターが分かっているか。それをうまいこと使いましょうか。 だから、連立方程式式を2つ、1つじゃ出,出なかったら2つ目、二つ目、だから x と y でいきますよ。df を x、ft を y。これを x、この赤いところ、ね、今から求める赤いところを x、で ft を y としましょう。そしたらね、なんか式作れないですか、1つ目。方べきの定理から、y の2乗イコール x プラス1かけ x つまり y の2乗イコール x かけ x 1が言えますよね。それが1つ目ね。 一つ目ね。で、もう一個。三角形 CDF。三角形 CDF。えっ、ー、とね。これにおいて、このシーター使いますね。あと、この長さは分か,かって、この長さ X。で、これは Y 足す2だから、うまいこと使いますね。じゃあ、この三角形ね。この三角形で予言定理いきますよ。えっ、ー、と、Y 足す2。えっ、ー、とね、これね。Y 足す2の2乗イコール、つまりね、こうしようか。 ね、y2 すの2乗イコールえ、えー、と3の2乗足す x の2乗マイナス2倍の3かけ x × c o s だね cosθ は今回3分の2とじゃあそれでちょっと整理するとこうなったとじゃあ1番と2番で連立すればいいですね1番と2番で y の2乗消えるので、えー、と x と y だけの式かただこうなると y イコール4分の5まあこれカッコしなくてもいいんだけど要はね y が正だから x は1よりちっちゃいよっていうのを言いたいと。x はね。x は0から1の間ですよと。この式,この式からね。で、これをもう一回1番か2番に代入すればいいです。1番代入しましょうか。1番代入そしたら、えっ、ー、と、こうなります。x の二次方程式になると。じゃあ、あとは解の公式って2つ出るんだけど、2つ出るからって,言って答えは2つじゃないんですよ。 どっちかかが不適の時あるからこういう時ね x と y プラスです当然ね長,長さを出すんだからで x はさっき言ったように0から1の間と,ということはこれプラスは使えないからマイナスを使ってください。X が3分のといいですかそしたら答えそれ DF だから DF の解答は3分の11引く4ルート6とっていうふうに。はいじゃあそこまでです。